フェイエール・リポートは、ハンガリーの数学者である。出生時の名前はドイツ語のレオポルト・バイスだったが、1900年頃に、ハンガリー風に、フェイエール・リポートに改名した。フェイエールは、1880年2月9日に、オーストリア・ハンガリー帝国のペーチで生まれた。ブダペスト大学とベルリン大学で数学と物理学を学び、ヘルマン・アマンドゥス・シュバルツの教えを受けた。 1902年、ブダペスト大学で博士号を取得した。1902年から1905年まで、ブダペスト大学で、1905年から1911年まで、コロジュバールにあったフェレンツヨー・ジェフ大学で教師をしていた。1911年に、ブダペスト大学の数学課長に任命され、亡くなるまでそのポストを保持した。1908年に、 ハンガリー科学アカデミーの客員会員となり、1930年に正会員となった。ブダペスト大学在籍中、彼はハンガリーの解析学を率いていた。また、ジョン・ホンロイマン、ポール・エルデシュ、ジョージ・ポリア、トラン・パールら多くの数学者の博士論文を指導した。フェイエールは1959年10月15日にブダペストで亡くなり、 ブダペストのケレペシ墓地に埋葬された。フェイエールは調和解析、特にフーリエ級数を主に研究していた。フェイエールはいくつかの重要な論文を共同で執筆している。その中には、1907年のコンスタンティンからテオドリ、との正関数に関する論文、1922年のリース、フリジェシュとの当格者像に関する論文がある。ミコレス。 ミクローシュ、フェジェル、リポット。Dictionary of Scientific Biography, 4ニューヨーク、チャールズ・スクリプナーズ・サンズ、ピアニッシモ、5612、ISBN 9780684101149。ありがとうございます。